赤間県は、福島県双葉郡奈良波町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。ち、小学校1年生の時に奈良波イーグルファイターズで野球を始める。中学生時代には、一学年下の横山高明と共に、愛、総中央、リトルシニアに所属、日本リトルシニア野球選手権大会に二度出場した。 東海大学山形高等学校への進学後は3年時の春からエースに定着すると山形県内の地区大会で佐賀工業高等学校打線を相手にノーヒットノーランを達成。複数の NPB 球団のスカウトから注目された。しかし3年夏の山形県大会に準決勝で赤敗するとプロ死亡届を日本高等学校野球連盟へ提出せずに 東海大学へ入学。東海大学では1年春から主に救援投手として首都大学野球のリング戦で通算20試合に登板。通算投球回数は47回3分の1にとどまったものの3勝0敗、防御率1.52という成績を残した。2年時に出場した全日本大学野球選手権でも東洋大学との決勝戦に救援で登板している。 しかし、2年時の年度末に東日本大震災が発生。出身地である奈良波町が大きな被害を受けた。大学卒業後に詐欺の宮製作所へ入社。入社1年目にはプロ入りを諦めかけたと後に10回するほどの不審に見舞われた。2年目の2014年にはジャ v a 静岡大会でチームを優勝へ導くとともに MVP を獲得。 さらに、セガサミーの補強選手として、都市対抗に出場した。2015年度ドラフト会議にて、オリックス・バファーローズから9巡目指名を受け、契約金2000万円、年俸700万円という条件で入団した。奈良派町出身者としては、初めてのプロ野球選手で、背番号は60。2016年には、春季キャンプ鬼軍で過ごした後に、終盤の紅白戦や練習試合で、 相次いで高騰。オープン戦から一軍へ昇格すると、救援投手として高騰を続けた末に、開幕一軍登録を果たした。3月26日には、埼玉西武ライオンズとの開幕カード第二戦で、同期入団の先発、近藤大明に続いて4回裏から、プロ初登板。しかし、押し出し支給を含む4支支給の乱調で、 4点のリードを守りきれずに降板した。3月30日に登録を抹消されたが、6月中旬からは、1軍9援陣の一角に定着。地元、東北地方での公式戦初登板になった8月3日の、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で5回表からの4イニングを、無失点に抑えるなど、登板試合で10試合連続無失点を記録した。 8月中旬以降の救援登板でも5試合連続無失点を記録したことから9月12日の同カードで1軍公式戦初先発を果たしたが1回4失点という内容でプロイリアと初の敗戦投手になった2017年には公式戦の開幕から1ヶ月近くにわたって1軍へ帯同したが登板機会のないまま4月23日に 出場選手登録を抹消された。5月6日に再び登録されると、関西クラシック2017最終戦にあたる、翌7日の対北海道日本ハムファイターズ戦で、同点の延長11回表から1、軍公式戦にシーズン初登板。12回表までの2インニングを無失点で切り抜けると、その裏にチームがサヨナラ勝利を収めたことから、 一軍公式戦初勝利を挙げた。2018年7月9日に、高木俊人、白崎博之との交換トレードで、伊藤光と共に横浜 DNA ベイスターズへ移籍することが発表された。一軍出場は果たせなかったが、二軍では12試合に登板し、防御率1.72と高騰した。2019年は移籍後初登板を果たし、 主に敗戦処理として7試合に登板した。なお、シーズン終了後の11月25日には、右足関節のクリーニング手術を受けている。2020年は、2軍でリリーフとして、チーム最多の33試合に登板したが1軍、昇格はなく、11月3日に、戦力外通告を受けた。同年12月18日に、現役引退が発表された。故郷である、 福島県奈良波町に移住し、2021年より奈良波町スポーツ協会に勤務している。また、社会人野球クラブチームの売る岩木クラブに投資兼人コーチとして在籍している。オーバースローから投げ込む最速時速1 4 8キロメートルの速球を武器に芯を外して打たせて取る投球術が持ち味。大学3年の沖縄春季キャンプ中に、 奈良波町の福島第一原子力発電所付近にあった赤間の実家が東日本大震災の影響で半壊した。家族は全員無事だったものの、実家近辺が福島第一原子力発電所事故の避難指示地域に指定されたことを機に福島県内の他地域や他県に分かれて避難生活を送っている。赤間も8歳の2ヶ月前に成人式へ出席したことを 最後に道長を離れていたため、再び帰郷できたのは避難指示解除後の2015年12月であった。同月に大阪市内で開かれたオリックスへの入団記者会見で赤間はこのような事情を背景に、プロ野球選手は勝つことやプレーすることで勇気や力を与えることができるという思いを持ちながら、一軍での活躍を通じて、福島や東北にいる人に希望を与えたいと思います。 という決意を述べている。さらに、入団後から使用しているグラブには、震災発災の日付を刺繍で入れている。ありがとうございます。